エタン。エタンは、アルカン群に属する炭素数が2の有機化合物である。分子式は CH、構造式は CHCH CH で、メタンに次2番目に、簡単なアルカンであり、異性体は存在しない。水に溶けにくく、有機溶媒に溶けやすいという性質を持つ。可燃性の機体であり、日本では、高圧ガス保安法の可燃性機体に指定されている。 1834年、マイケル・ファラデーによって、酢酸カリウム水溶液の電気分解により合成されたのが最初である。しかしこの当時はメタンが合成されたものと考えられていた。1847年から49年にかけ、ヘルマン・コルベとエドワード・フランクランドが、ファラデーの手法を用いて、また有機ラージカール理論を用いて、プロピオニトリルとヨーカエチルと金属カリウムで、 還元ることでエタンを合成した。しかしこの時も生成物がエタンだとは考えられていなかった。この間違いは1864年にカール・スカーレマーによって発見され、エタンの存在が明らかとなった。エタンという名前は、エーテル、ジエチルエーテルが起源である。一般的なアルカンの性質を持つ。すなわち、酸化剤、還元剤や酸、塩基とはほとんど反応しないが、 光の照射による置換反応や燃焼などの反応を起こす。詳細はアルカンの項を参照。エタンを完全燃焼させた時の燃焼熱は1 5 6 1ルマイモルであり、完全燃焼によりに酸化炭素と水を発生する。燃焼は複雑に連続したラジカル反応により起こる。計算科学で反応速度論について計算すると、 数百種類の反応経路が考えられるという結果が出た。その中でも重要な連続反応として、エチルラジカルと酸素との結合、それに続く加酸化物の生成、その分解によるエトキシラジカルとヒドロキシルラジカルの生成が挙げられる。酸素が不足した際には、不完全燃焼が起こり、一酸化炭素やホルムアルデヒドが生成する。 このような炭素一つを含む物質を生成するためには、エタンの CCE 結合を切る必要がある。これには、エトキシラジカルが分解し、メチルラジカルとホルムアルデヒドを生成するという経路が挙げられる。これらの生成物は、さらなる酸化により別の化合物へと変化することとなる。不完全燃焼では他にアセトアルデヒド、メタン、メタノール、エタノールなどが少量を生成する。 600摂氏900度の高温では、エチレンが主なな生成物となる。同じような反応が、エタンからエチレンを製造する際のクラッキング法として利用されている。工業的製法については、一般的なアルカンと同様、石油を分離することで得られる。詳細は、アルカンの項を参照。エタンは天然ガス中で、メタンの次に多く含まれる成分である。 1960年代の初めには、天然ガスから得られたエタンは、メタンと分離されることなく、使われていたが、この頃は、燃料として燃やされる用途が主であった。しかしそれ以降、エタンは重要な石油化学原料となり、天然ガス中から分離される最も重要な成分の、一つとなっている。またエタンは、石油ガス中からも、生油の際の複製生物として得られる。 エタンとメタンを分離する際には、極低温にした液体を分離するという手法が用いられる。様々な冷却法が存在するが、混合物を急激に膨張させることで温度を下げるという手法が最も効率的であり、天然ガスから90%以上の割合でエタンを得ることができる。この時は冷却ガスをタービンに通すことで膨張させる。この時の温度は約摂氏100度である。 この時ガス状のメタンは液体のエタンから取り除かれ液体となっている他のアルカン類は分流により分離される研究室レベルではコルベ電解により得られる具体的には酢酸塩水溶液を電気分解するアノードでは酢酸が酸化されて二酸化炭素とメチルラジカルを生成するこのメチルラジカル同士が反応してエタンが生成する 似たような方法として、無水作酸を火酸化物で酸化して燃得ることができる。化学工業で、エタンが最もよく使われるものとしては、蒸気クラッキングによるエチレンの生成である。アルカンの薄い蒸気を摂取900度以上の高温にさらすと、分子量の大きいアルカンは、分子量が小さいアルカンになり、ほうアルカンがアルケンになる。この反応を利用すると、エタンは、 選択的にエチレンを生成することができる。そして、分子量の大きい炭化水素は、プロピレンやブタジエン、方向属炭化水素などの様々な、不飽和炭化水素を生成する。他にも、エタンは、様々な化学物質の原材料として利用される。エタンの酸化的塩素化により、クロロエチレンを生成する方法は、エチレンの塩素化に比べて、 本質的に経済的な手法であるように見える。この反応の様々な場面に特許が取られているが、低い反応選択性と腐食性反応であること、塩酸を含む反応溶液を摂氏500度以上に熱するなど、から実際に利用されることはあまりない。現在では、ドイツでイニオス社がエタンからクロロエチレンを生産している。同じように、サウジアラビアのサビーク社が、 エタンの酸化により、酢酸を生産するプラントをヤンブに建設することを発表した。この酢酸生産手法は、サウジアラビア近辺から低価格のエタンを得られるいう、前提に立ったものであり、世界的に見ると、メタノールのカルボニル化反応による生産が、経済的に有利であることに変わりはない。エタンは、極低温の冷却剤としても用いられる。 実験室などの小スケールでは、電子顕微鏡を用いる際に液化エタンが水を多く、含む資料のガラス化に使われることがある。室温では、可燃性であり、空気と3%から12.5%の大石比で混合した混合ガスは爆発性である。その上、分子量も空気の平均分子量である28.8に近いため、 ガス漏れした場合簡単に拡散して混合ガスを形成しやすい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。